リレーフォーライフジャパン2016信州長野スペシャルマッチを行います。赤コーナーから正規軍入場。もう一人、もう一人の選手がですね、私とも初代スカイロード初代最強王者のショージ・アンダーソン選手、先に行われましたスカイロード最強王者決定戦で見事チャンピオンに輝きましたシングルのチャンピオンショージ・アンダーソン選手、そして今リングイン、そして車椅子の選手春坊とパーラウ選手、ただいまリングインでございます。続きまして青コーナーよりスカイロードヒール軍の入場です。 DJ ドアクムージャ、何やら歩きスマホならない歩きタブレットをやっております。危険です、大変危険です。歩きながらのタブレットはやめてください。歩きながらのタブレット大変危険ですよ。この会場にはポケモンはいません。先ほど確認をいたしましたが、ポケモンは出ていませんでした。大変危険です。歩きスマホはやめてください。ぶつかったら大変危険ですよ。そして見ず知らずの人にポケモンボールを投げない。投げてもゲットできない。ダメですよ、ポケモンじゃない、私もダメ。大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりリレーフォーライフジャパン2016信州長野スペシャルマッチ、時間無制限一本勝負を行います。赤コーナースカイロード正規軍、ビールがあればどこまでもスカイロード初代王者ショージ・アンダーソン。続きまして赤コーナースカイロード正規軍、スカイロード正規軍特攻隊長、空き場があるところ常にこの俺あり、春坊とバナード。続きまして青コーナースカイロードヒール軍、好きなものは恋国イナゴ、柵が生んだヒールのデンジャラスクイーン恋姫。同じくヒール、スカイロードヒール軍悪の総統、正体不明の謎のマスクマン、趣味はポケモンゲット、 DJ ダーク麦茶。さあ開始のゴングがあった、まだポケモンやってるぞ、まだポケモンやってる。そしてリングちゃんぶつかって、おっと倒れた、やはりポケモンが危険だ。さあポール入る。5秒、前方不注意からの体固めよりショージ・アンダーソン選手の勝ちでございます。以上、本日はスカイロード観戦誠にありがとうございました。誠にワンツースリー入りましたよ。なってないちょっと待って、これだけ集まってくれてるのに何の出番もなって、歩きスマホすんなよ。待って、はい、それでは、改めまして再試合です。はい、さあ今度は軽快な天曲の響く中、おっと力比べだ、力比べ、さあ押しと押されずの力比べが始まった。さあ庄司と恋姫、どっちの力が勝つのか。さあこれでどっちの、あっ曲が止まった。何やら嫌な予感がするんですが、大抵私どもの場合で曲が止まるとろくなことが起きないと。おっとここでこれはこの曲は去る8月6日に長野市内で行われた長野ビンズ、そして7月31日はここ篠ノ井でも篠ノ井合戦祭りということで行われた長野ビンズ、このテーマ曲が突如音響さんの何のいたずらか、それとも神がもたらしたたまたまの偶然か。さレグル DJ、 そこで踊ってんじゃない。さあまた改めて先ほどと同じようにがっぷり四つ、何が起きるのか、何が、お、また曲が止まったと、ここで、お、これは今度は三拍子の曲、すなわちワルツです。ワルツのテーマに沿って、おっとここでレフリーまで一緒になって踊り出してしまった。さあこれでこの
この場面を止めるのは誰なのか、誰が止めるのか。さあレフリーまで一緒になって踊ってしまった。止めるのではやはりこの音が入ってきた DJ ダーク麦茶。おっと、なんで踊ってんだと。あの人が音楽流すから。あの人がって言って音響さんのせいにした。音響さんのせいにした。音響さんポケモンゲットだよ。ダメですよ、音響さんに絡むとリンガージュ、どうもリンガードですよ。投げ飛ばして、なぜ引きずり落とすのに、なぜ投げ飛ばしたんだ。さあここで、ここでおっと、そのチェーンを首に巻いた。レフリー、レフリー、いい加減ちょっと止めてやってください。ありますよ。おプロレスのカウントは5カウント以内なら許されます。さあ改めてチェーンを取って、また締めてる。危ない。ではレフリーのブラインドをつかんで、また改めて締めてる。離したあ、離したが、なぜかチェーンが庄司選手の首から取れない。庄司選手もがいている。もがいて楽しそうにも見えますが、レフリーどっちですか、楽しんでますか、もがいてますか。楽しんでる。でもまあ苦しんでるってことにして外してあげましょう。試合が進みません。レフリー外してない。とどめさせてる。はい、ちゃんと外してください。はい、さあようやくチェーンの戒めから抜け出した庄司選手、だいぶフラフラ状態です。さあここで、最後だ。よし、さあコーナーへフラアウト。さあこれでとどめだとばかりに、リグナー、あ、よけた。おっと、強力な一撃。さあそして、さあおっと、これは庄司選手の必殺技、庄司スペシャルが入った。さあボールが入る。10分23秒、庄司スペシャルからの対方により、庄司アンダーソン、春望堂バーナード海の勝ちでございます。じゃあここで改めて選手を紹介させていただきます。スカイロードの、セーキングのエース、庄司アンダーソン選手です。庄司選手から一言あります。はい、ありがとうございました。続きまして、同じくスカイロード正義軍、春望堂バーナード選手です。はい、ありがとうございました。はい、では続きまして、本日、ヒール軍として頑張っていただきました小姫選手です。特に何もありませんけど、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして、本日最もハードな役を引き受けていただきました、無事ミサオが守られました、スカイロードヒール軍悪の総統 DJ ダーク麦茶選手です。ボールを人の顔に向けて投げるのはやめましょう、痛いです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、で本日、レフリーを務めていただきましたダンサーひろみ選手です。この後も皆さんリレーフォーライフ頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして、本日ね、この長時間私どものくだらない小芝居に付き合っていただきまして、鉄柱役を務めていただいた皆様、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、申し遅れました、私スカイロードの、進行兼、リングアンダーソータもろもろ雑用を務めております、サバイバー西澤と申します。どうもありがとうございました。はい、それではですね、最後に私どもスカイロードの締めの挨拶をしてこの場を締めたいと思います。私どものスカイロードの締めは、皆さんと一緒に掛け声をかけたいと思います。私の方で障害者だってって言いますので、皆さんから遊びたいと返してください。もう一回いきます。障害者だってって言いますんで、今度は戦いたいと返してください。で最後にみんなで声を揃えて We are Sky Road、 これで締めたいと思います。障害者だって遊びたい、障害者だって戦いたい、 We are
スカイロード、この3本で締めたいと思います。それでは、ご起立いただける方は立っていただいて、最後締め、みんなで気持ちを揃えていきたいと思います。はい、それではどうも皆さん、本当に本日はご観戦ありがとうございました。最後締め、いくぞ。障害者だって遊びたい、障害者だって戦いたい、 We are Sky Road。 ありがとうございました。